台安系鉄橋は台湾内栗県三義橋と台中市交佐徳の境界台安系に係る台湾鉄路管理局旧山線の鉄道橋。現在は台中市政府と内栗県政府の県指定戸籍であり、2県市にまたがる戸籍の同時登録は台湾で初の事例。同じ旧山線の大口径鉄橋、平東線の加担水系鉄橋と合わせ台湾で現存する。 下地式極限、ワーレントラス公共の一つ。1908年に総工費513,893円を投じて建設された。旧山線7号トンネル南側直後に位置する。旧山線内最長のみならず同種のものとしては、台湾最長。1960年代に補強工事がなされる前の最初期は200フィートの桁が8本、全長503.9メートルで、 アメリカンブリッジ製のものが使われていた。当初はトラスゲタ12本で計画されたが、対案件の流量などを考慮し、8本に改められた。橋脚は鉄筋コンクリートのケーソン、橋座部はレンガ素石作り。戦後の列車重量増加対応と耐震性強化による桁が2本増やされ62.41メートルの桁を10本連結した。 全長637.39メートルとなった。新山線開通後は廃止され、現在は封鎖されているが、フェンスを乗り越えて防護フェンスなどもない橋上の軌道で、記念撮影をする観光客が後を絶たない。この区間に限らないが、中間線は資材を全て日本から搬入したため、脱港に近い南部とキールン港に近く、 新庁の軌道インフラを流用できた北部は比較的早く開通した。最も難易度が高かったのは現在の旧山線を含む苗栗とハ原の間だった。工事は総督フリンジ台湾鉄道不設部公務課三佐が出張所が担当した。三佐がと放浪間に軍事促成線として京弁鉄道と資材運搬線が先に建設されることになり、それらを用いて 日本から持ち込まれた資材が搬入された。京弁鉄道は9キログラムレール、基間4 9 5ミリメートルの伏線で、内車側と太安系北岸までの支線があった。白高校と放浪を結ぶ、京弁線1 4 5キロメートルは1905年1月に寄港され、4ヶ月程度で完成した。太安系の橋は木造だった。1、107スケールの模型が、 台湾で商品化されている。ありがとうございます。